はい、こんにちは、リンテージチャンネルです。今日は、論坊敦さんのことと、それから長渕剛さんのことをちょっとお話しさせていただきたいと思います。これはまあくしくも私が松本人志がすごい好きで、それでどんな話しても松本人志非難派から強い口調で叱られるということを体感したんですけど、あ、それはこういうことなのかと腑に落ちたのは、まあ、取りも直さず論坊敦さんと長渕剛さんに対しては、まあ、好き嫌いで言うと、まあ、普通ぐらい、松本人志のように熱狂的にその芸風とかもろもろ好きということはないので、割と中立的に見れる位置にいるので、私のコメントっていうのも、まあ、これに関しては中立性は保てると思うし、また必要以上に論坊敦さんとか長渕さんをこう擁護する人に対してちょっとムカつく気持ちもまあよくわかるという、こういうことですね。まあ、最初にまず論坊敦さんから言いましょう。昨日かなんか配信なさってて、まあ、しばらく沈黙を保ってたんです。これは松本人志の件で飛び火してきて、論坊敦ももっとひどいことしてるぞと、昔ナンパで断られた女性の髪にガムをくっつけたとかね、あるいは昔 ハメ撮り動画みたいのを後輩に見せていたとか、まあこれもろすごい情報が出て、さすがにこのやってること自体は結構松本人志より非道じゃないかっていうことで相当非難されてて、またワイドナショーなんかでもっともらしく、その今はちょっと裁判の行方を注目するしかないとか、わけのわからない、言っても言わなくてもいいようなコメントしか残さなかったことも相まって、あ、結局そういうことを昔してたからコメントの歯切れが悪かったんだということで相当非難を受け、その後で出した配信なのでちょっと注目してたんですけど、言ってらっしゃったことが、昔確かにそういうことが記事で出て、ミュージシャンとの対談でそういうことを言ったと、いや言ったというよりはライターの編集もあるんだろうけど、そのガムをくっつけたというコメントが出たことについては全然認めると。ただそのコメント、その当時も忙しくてそんなにちゃんと見てもいないし、後で確認もしなかった。こうやって何十年もして掘り返されて初めてそういうふうなものが明るみに出たんだけど、それに対して本当の事実として言えば、その話を膨らませていっただけで、実際に女の人の髪の毛にガムをくっつけたことはないと、こういうコメントだったですね。まあ、そこまではいいんですよ。それは私前回の動画でお話しした通り、芸人はやっぱ膨らませるためにいろいろありもしない、やってもいないようなことをやったように見せることはあると、これは全然その通りだと思うんですけど、どうもその後昨日の配信での発言がちょっと勘に触るというか、うんと思ったのは、厚さんが言うには、これはガムをくっつけてやりたい気持ちになったけど、もちろん本当にガムをくっつけたことはありません。でもその記事が出たことについてクレームもつけてないし、おそらくマネージャーが OK を出したんでしょうと。だからナンパを断られた女性にガムをくっつけたという記事が出た、そこまでは認めるが、今こうして私は否定しているので、この上さらにそれについて、いやそれは嘘で実はガムをくっつけたんだろうとか言ってくる人に対しては、名誉毀損で訴える考えもあるという、ちょっと脅しみたいなことも言っておられたんです。これはちょっと私もカチンときましたね。ガムは本当はくっつけたんだろうと言ってるわけじゃないです。私がすごく言いたいのは、一つ他の例えですると、まあ、私はある人を殺しましたということを誰かが書いたとして、それはまあ発表されることもなくこう渦漏れてて、それが何十年かしてから掘り返されて、それですごい大騒動になったとして、いやあれは殺したいと思ったということを大げさに書いただけですよというのは通用しないでしょ。だから今田耕司さんなんかが、大竹誠さんは慌ててちょっとそんなこと言わんといてください、土下座でもしますからって言って取り繕ったりして、あたかもそのロリコンであることを認めたような発言とはちょっと違う。これは明らかに
やってもいないことをやったという偽証なんですよね。だからそれを偽証していけないとは言いません。その殺すとか殺さないの問題じゃないですから、今回ガムをつけたつけないの話だから、偽証罪がどうのこうのいうレベルではないし、別に芸人としてそこまで話を広げて言うことがないということはない。別にそれは私全然認めるんだけど、だけどもそこで開き直ってもうそれは否定したんだから、これ以上嘘だって言うんだったらば訴えるぞっていう姿勢は絶対おかしいと思いますね。それは言ったのは自分なんですから、そこの言ったことに対してはちゃんとこう明らかにやってもいないことをやったというのは相当悪いことだという反省がなきゃいけない。でもまあそういうことを言うと、アツシさんは開き直るとこは開き直るし、昔は本当に悪い人間だったみたいなことに言うんだけど、どうも肝心なところはぐらかす、今でもはぐらかすってのは良くないと思います。大悟さんっていう人にすごい怒られて、そのありもしない、その人はイカ様だみたいな、私は証拠を見たみたいなことを言ってて、まあ、それが事実無根であったということを取り、で謝罪もしてね、それで和解したんですけども、その なんかその反省の仕方っていうのはあまり良くないですね。いつもその弁護士に任しているので今は喋れませんとか、ちゃんとしたアカウントの方でそういうふうに人を貶めておいて、謝罪の方はサブチャンネルの方でやったと。でメインの誹謗中傷動画の方はわざとかなんか知らないけど残しておいたと。ここにはコメントを出さない。追及すると私はどうせ悪い人間ですからとか、いや闇の部分がありますからということを開き直る。ちゃんとそこに対して申し訳なかったと、サブチャンネルで謝ったのは卑怯でしたってちゃんと言ってほしいんですよね。今回の件もすごいガムの件しか言ってないけど、やはりハメ撮りしたのかどうかってことに対してもちゃんと自分でコメントを出す必要があります。本当個人的にはそんな嫌いではないです。喋り調も面白いしね、いいなっていう部分もすごくあるんですけど、ちょっと卑怯だなとは思いましたね。松本人志ほど好きではないので、こういう風な辛辣な意見になるのかなと思ったりもしました。はい、次に長渕剛さんですけど、まあ、これもちろん断定してはいけないです。ただ若林志穂さんという元タレントの方ですか、今でもタレントなのかちょっと分かんないですが、その方がすごく、今回のその流れに乗ってというわけではないんでしょうけど、告発してますよね。この人の告発している内容はもっとその松本人志さんなんかより全然えぐいものですよね。今複雑性 PTSD という症状に大変苦しんでいて、これは1997年にあるドラマで共演したミュージシャン N のという人に受けた性加害、それが原因で複雑性 PTSD になって今も苦しんでいるということです。だから5、6年前の話ですかね。自宅に呼ばれたんですけど、薬物を持ってこられて監禁されてレイピをされました。さらに暴力を受けました。最終的には脅迫、芸能界にいられなくしてやる、ボコボコにして海に沈めてやる、俺の周りにはそういうことのできるやつがいると、こういう脅迫を受けたということで、薬物、レイピ、暴力、脅迫と4つのことを本当にされたので、それしかもそれが3回あったと。こういうことで若林志穂さんは PTSD になって今も苦しんでいると。だから多分こういう性加害は昔のことでも泣き寝入りはやめようという流れに乗って、やはり勇気を出して告発したという部分はあるんでしょうけど、まあちょっと笑って喋っておられたのがちょっと印象は悪かったですけど、まあ、それはもうともかく、まあミュージシャン N と言っているのが、これはまだ誰が考えても長渕剛のことだろうと。また長渕剛さんが引退を表明されているらしいので、タイミングもかぶってて性加害してたんじゃないかっていうことはかなり話題になってます。これもでも私も再三言ってるように、推定無罪でもあるし、確たる証拠もなしに若林さんが言ってる可能性もあるので、そこまで今の時点では追い詰めてはいけない、真実ははっきりさせなきゃいけないと思いますけど、決めつけはもちろんいけないと思いました。ただ私は先ほどの好き嫌いの話になると、長渕剛さんは歌とかすごい結構好きなのがいっぱいありまして、特にトンボとかシャボン玉とかそういう歌はもう大好きです。一方では異様に金子商事をパクってた、これは間違いない、本人も多分認めてるんでしょう。私の尊敬する金子商事さんをすごくパクってた演技とか、ちょっと鼻につくなっていう部分、あとやたら
暴力性を売り物にして体も鍛えて、その昔虚弱体質で、まあ、なんか吉田拓郎さんなんかにね、なんか痩せっぽちのね野良犬が噛みついてるような感じのイメージがあったんですけど、なんかあれよあれよという間に空手を始めたのかなんかわからないけど、今すごいマッチョな体になってね、新極真空手ですかね、そっちの方で緑健二代表なんかとも親しいみたいでね、それでもうなんかすっかり体育会系になったと同時に言動もそこも荒くなってね、あのそれこそダウンタウンの番組でもさんまのまんまとかそういうのでもちょっとシャレになれないような威圧するような雰囲気を出し、かなりヤクザっぽくもなり、な立ちが悪いなという部分がすごくあった、まあ、顔つきも相当悪くなったと思います。ただ総じて言うとやっぱり好きな歌も本当にあるので半々ということで、やはりここに関してもその長渕剛はこの偉大なミュージシャンだからね、そういう貶めるなということを言う人がいると、やっぱりちょっといやそれとこれとは全く関係ないだろうっていうふうなことを言う、これはもう松本人志擁護派が天才だというと、非難派がすごく眉をしかめるっていう気持ちがまあよく分かったと、こういうことです。長渕剛さんの問題はこれから大きな問題になるかもしれない。ただ今現在の性加害の流れがジャニーズの次は吉本興業という形で追及が始まっている中で、まだ吉本と関係ない長渕剛さんの性加害がどこまで広がっていくかは分からない。どっちかというと MeToo 運動ですよね。 MeToo 運動の中では大きく扱われるかもしれないですね。もしこれが本当にやってたとしたらば、あらゆる悪い要素の詰まった性加害者ということになるから、芸能界追放どころではないような気がします。これも成り行きを見守っていきたいですけど、まあ、私がそのやっぱり自分が信念を持ってこう話していても、それについてやっぱり色眼鏡で見ている、まあ、こういうのをポジショントークっていうらしいですけど、例えば世話になった人の悪口言えないとか、まあ、こういうことですけど、人間としては否めないかもしれないけど、公平性は欠くということは非常に分かりましたね。だから次の動画は松本人志避難派の人にもぜひ見ていただきたいという動画になっていると思います。よろしくお願いします。 CEO アゲインでございます。後編に続きます。